これね、慶応の駅前の駐車場ですね。そうだね、極楽湯の前の駐車場ですね。はい、高尾山に向かって歩いてきます。おお、ここがね、有名な登山者であふれ返ってるとこね。なるほどね、これ駅なんだ。これ見りゃいいな。高尾山を目指すコース。あ、これ分かりやすいね。すごいな、こんなに人来るんだ。すごいな、なんか栃木の田舎の山とは比べ物になんない、うん、もうなんかこの時点でもう十分って気がするんだけどね。人が多すぎて。あ、これが高尾山駅ね。ケーブルカー。うん。これどう行くんだ。あ、今現在地ここだ。けど1号路以外はみんな山道だって。6号路でいいんじゃない。これが稲荷山コースの分岐。6号路こっちだね。いいね、ケーブルカー。これだね。6号路いいんだね。はい、じゃあ6号路入ります。今日は登山靴というか、アプローチシューズですね。でもそこが硬いんで登山靴の代わりになるんですけど、これぐらいの短い丈のやつでも全然いけちゃいますね。なんか見える。お堂だね。うん。ああ、あれが琵琶滝。あら、ベンチが。なんかすごいね、やたらベンチが多いね。
あと 1.3 キロだって。全然登ってる気しないんだけどさ。はい、おはようございます。はい、分岐ですね。お、山っぽくなってきたね。いや、いい汗出てきた。汗びしそうな感じはするんだけど乾いちゃいますね。やっぱ低山の冬ってそんな感じですよね。気温はね、多分7度とかそんなもんだと思います。これか、階段ゾーンは小ヶ島の南ルートみたい。息が切れた。ここでいろいろ合流するんだね。いろんなルートと。あれが山頂かな？ぽいね。はい。こっち行くと1号路ね。ケーブルカー駅だって。山頂はこっちですね。あ、ここでいろいろ合流するんだね。なんか宇都宮のさ、八幡山みたいだね。おお、ここか。はい、9時28分。はい、高尾山の山頂です。おお、あそこ有名なんだって、とろろそば。おお、すごいね。山頂はね、思ったより広いですね。あ、これはビジターセンターね。こっちから富士山が見えるってとこかな。見える？本当？木の向こう？うん。あ、本当だ。すごい。おお。おお。そうだね。でも下降りるとさ、見えなくなっちゃう。まだやってない。ちょっと待ってください。
まだやってないって、うん、すごいねこの量。高尾山プライスだ。ついて間もないんですけど、お店屋さんもやってないし、特に食べ物も持ってきてないんで、降りてから食おう。帰りは4号路、これか4号路。はい、じゃあ降ります。あっという間だったね。実質1時間15分ぐらいで山頂着いちゃいましたね。はい、勉強になりました、ありがとうございました。1号路ってなんかずっとこんな感じらしいんで、だから4号路吊り橋コースって書いてあったけど、4号路行きましょう。ちょっとらしいんで、うん、これ4号路ここだね。はい、じゃあ4号路下ります。まあ、なんせ初めてなんでね、どの道も全部新鮮は新鮮なんだけど、下りが階段っていうのもちょっときついかもしれないね。はい、こちらね、うん、本当だな、いろいろ交差してんだここ。ああ、いい感じの吊り橋がこれだね。ほうほうほう、いいね。はい、宮間橋。おお、これ紅葉の時は綺麗だろうな。じゃあ、どこだこれ、上新門だって。あ、この辺は綺麗だね。うん、属性に戻ったね。あれ、減属したってやつだね。あ、これが引っ張りだっこか。うん、引っ張りだこ、開運引っ張りだこ。タコすぎ、あそこの駅まで。これが、あ、これがタコすぎだ。これほら、タコすぎだって。これがタコすぎだって。あ、なるほどね。うん、タコっぽいね。あ、本当だ、タコっぽい。へえ。で、それを越えるとすぐ猿園、野草園。はい、ハイエースじゃない、キャラバン。あ、これが猿園ね。はい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 。
これ朝通ってきたところですね、ケーブルカーの駅。はは、なるほど、ここに出るわけだ。いい匂いだねこれ。いやーすごい人だね、すごい。何これ、運動会かなんかあるみたいな。